ちょっと入っちゃうと戻りにくくなっちゃうかな。ね、そんな気がするね。しょうがないな。椅子、100円の椅子、果たしてありますかね。タヌキの置物です。面白いね、このタヌキもね。椅子ですよね。三脚だって。これが1000円コーナー。1000円コーナーはそちら。これは100円コーナー。あれ？あー、やっぱり本ですね。100円コーナーはね。傘。これは椅子じゃないのかな。ああ、これは違いますね。腰掛けんのかなと思った。あ、これも100円ですね。なかなかいいかもしれません。まあちょっと椅子がありませんでしたね。まあやっぱりこれですかね。なんとか入れてもらうことができました。ありがたいね。ニトリとかで椅子買うんですかね。そんなに使うときはあまりないとは思うけど、ポータブルの椅子。
神宮スタジアムバリバリ打ちまくれラーメンバリキア。このバリバリはまあ偶然なんですかね。やっぱりバリキアさんだからですかね。バリバリか。あのね、バリバリの浜辺っていうね、まあハワイアンがあるんですよ。まあフラダンスを踊る時のまあ音楽、なかなかいい曲なんですよ。皆さんもね、機会があればバリバリの浜辺聞いてみてください。椅子を買うのをどうしますか？椅子、ポータブルな椅子、チェアリングにチェア持っていかないと。困りましたね。ほとんど撮影してるから、まあ、あの椅子に座ってってことはそうそうないような気がする。はい、北小町、花二丁目。
新幹線の撮影は、撮影はいいですか？新幹線。コーンベルトどうなりましたかね。トウモロコシは収穫できましたかね。まあ元物置があった場所なんですけど、まあ人に貸してまあトウモロコシを栽培したまあ土地ですよね。出るんかい。びっくりしたね。ちょっと危ないからよそうか。ああいった車にちょっと出会うと怖くなっちゃうね。ドリンクショップ。ピー君のね、まあ、動画はハッピードリンクショップが多いです。今日はね、撮影に出る予定じゃなかったんだけど。目的地はね、本当は違うところにあったんですよ。吉井町の方だったんですよ。なんかもう、また感染数の方が、まあ、増加に転じたのかな。なんかそんな感じになってますよね。赤城山ですね。白川サイクリングロード。
町東。今日のお買い物はどうなんでしょうね。買い物、買い物。あー、レトルトのご飯、レトルトのご飯買っといた方がいいかもしれないな。油揚げかな、あとわかめ。油揚げ、わかめ、お砂糖はまだあるからいいか。コーヒー、まあコーヒーはいらないか。何かミロとかココアとか、もうちょっと体に良さそうなものね。あとなんだろうな、クノールスープ。ガソリン、ガソリン瓶。そうなんだ。はい、春名神社。紅茶、中国茶。はい、まあ中国茶っていうのはウーロン茶なのかな。
お店。あ、そっかそっか。今日は金曜日ですよね。金曜日って言うとね、梅干し買いに行くと安いかもしれない。まあ、ちょっと行ってみますね。でもね、必ず安いってわけでもないんじゃないかな。ここね、東和銀行ね、あ、開いてますね。なんかどっかお店が行っちゃったのかなと思ったんだけど、今金融機関の、まあ、合理化っていうか、まあ一つの店舗の、まあね、支店を統合したりなんかするから、まあ近くのものがなくなっちゃったりなんかしますよね。帰りに10リットルのガソリンを入れなくちゃいけない。ああ、明日の、まあ、チェアリングインマイソーまで、まあ、持つかなと思ったんだけど、今日も撮影に出かけちゃったから4メモリーになっちゃった。また10リットルしか入れないから早いんですよね。梅干しなんか買っちゃえばずっと持つから、まあ2つぐらい買っちゃえばいいのかね、安い時に。でもそんなに欲張ってもしょうがないような気がするから、まあ1個なんだけど。ご視聴ありがとうございました。